複数のアイディアがあったなら投票で決めようかとも思ったんだけどね。誰もアイディアがないので、オイラの出したアイディアが対抗馬なしで決定確定いたしました。先輩が出したアイディアってなんだろう。あれ、スズムン忘れちゃった？前に話したじゃん。おー、全然覚えてないな。正直なところ、結構な準備が必要だったんだよね。そしたら運よく、その手の団体さんと連絡がつきまして、トントン拍子で話も進みまして、その団体さんと共催という形で前座でやらせていただくことに決定しました。すすこシャチホコプロレス王座決定戦、性別無差別6人タッグマッチ。前にニュースで老人ホームで若者がプロレスを披露したら大好評ってのを見たんだよね。でもプロレスってリングとかいろいろ準備があるでしょ。グレイトプロレス、男なら燃えるぜ。私は女だ。先輩、それってマジなの？マジマジ、大マジ。プロレスって何？動画を出しましょうか。検索したら出てくるかな。僕たちがプロレスをやるの？最初は6人全員でバトルロイヤルを考えたんだけどね。素人さんがやるとただの喧嘩みたいになっちゃうからやめた方がいいよってご指導いただいてね。3人ずつに分かれてのチームマッチでバトルすることになったのだ。断固撤回を求めます。裏若き乙女がなんで老人ホームでプロレスしなきゃなんないんですか。プロレスすごいな、ドキドキした。黒髪もプロレスの熱さがわかるのか。グレートだぜ。こんな派手に暴れられるのは人生において今だけだぜ。20、30になってみろ、腰痛だ、筋肉痛だ、情けねえ。若き肉体がぶつかり合って汗を散らす、今だけしかできない若者の特権だぜ。おお、プロレスすごい。スズマはプロレスは好きか。まあ僕も男の子だからね、格闘技とかは好きだよ。やる、私プロレスやる。そういえばスズムは家庭的な子が好きだけど強い女の子も好きだって言ってたような。おお、それはいい情報だね。アチタ先輩に乗せられるわけじゃないですけど、確かに今しかできないことですね。リリアちゃん、プロレスできるんだ。未経験ですけど体はできてますんで。それに楠原先輩とタッグを組んで勝利するなんてなかなか悪くない青春の1ページですしね。
のくじ引きを行うよ。誰と組むのかな、ドキドキするな。うーん、鈴本とは敵になりたくないな。こういうのは一番くじに幸運があるものです。えい、スサラ、お前とは一度ガチでバトルしたいぜ。どりゃ、進むと組みたいな。よっと、おっこ、おこチーム。はいはい、黒板にチーム分けを書くよ。みんな、くじを掲げて。いいチーム分けだぜ。スサラ、いいバトルをしようぜ。よし、僕も頑張るよ。先輩方、バトルじゃなくて慰問のショーですからね。そういうこと。勝ち負けと同じぐらい見せ方も考えてほしいね。当然だぜ。バトルはガチにしてエンターテイメント。みすぼらしい勝利より見せる敗北こそ男の道だぜ。勝つより負ける方がいいのか。勝ち負けよりも見てる人に楽しんでもらえるのが一番ってことかな。なるほど、楽しんでもらえるようにプロレス頑張る。うん、頑張ろうね。いい試合にしよう。うん、まあプロレスやって終わりじゃないからね。翌日にはプールリゾートが待ってるんだから、体力は残しておくように。やれやれ、シャチホコ部の合宿は初日からグレートだぜ。の話はこれくらいかな。はい男子、先生のところでお手伝いがあるから行って。お手伝い、なんだろう。行ってちゃっちゃと済ませてやろうぜ。ごめんねナッチ、ちゃっちゃとは済ませらんないんだよな。ん、タマユンにはちょっと男子を足止めしててもらうように話してあるのだ。リリアちゃん、悪いけど扉を閉めてもらってもいい？はい、了解です。はい、戸締まり OK です。サンキュー、リリアン。宿女諸君、静粛に。あ、黒髪さん、これからするのはガチの話だからね。はぐらかしたりごまかしたりそういうのは今から無用だから、そのつもりで。クロッチ、シャチホコ部女子会へようこそ。シャチホコ部女子会。紳士協定ならぬ淑女協定のクラブかな。もちろん黒髪先輩に強制するものではありません。ですが協定に加わらないなら私たち全員が敵になりますので、ご容赦。まあ加わっても全員が敵なんだけどね。黒髪さん、スズメのことが好きだよね。